<laughs> さあさあさあそして今日いらっしゃった荒川さんがやってるのがバージニア S さ乙女さんえ性格は真面目言葉遣いが固く感情を表に出すのが苦手自分のことを拙者と呼ぶ名前に似合わず和風で渋いものが好きラらずるという日本刀をいつも持っているはい守これまずさ性格は真面目はいいでしょうで言葉遣いが固くってうのはさもう拙者っても硬いところの騒ぎじゃないわけですよそうですねちょっと時代が違いますね どういういですか <laughs> <laughs> いやでもその通りのあのなんかあれですよねここに感情を表に出すのが苦手ってあるんですけど、うんはい、あのー、あれですよ口数は比較的少ないそうじゃないけどあのー、<laughs> あれなんですよクールってことクールあれとあれなんて言うんですか恥ずかしがり屋さんじゃないですけどちょっとうんそんな感じちょっと「うーん」ーんんな,感ーんな感じということなんですけど「摘んでる<も>ってことかな <laughs> そして「<laughs> きらずまるですよ、きらずまる。かっこいいね。はい、しかも、このイラストのちゃんと刀のしなり方が、ちゃんと。下向きに、こう、なってる。のが正しいんですけど、これをちゃんと描いてくださってるのは、すごいですね。はい、たまに、こう、逆になってる時ありますよね。ね作品によっては。そうなんですね。勉強になりました。<laughs> これ、日本刀を持ってるってことは。これ、日本刀を使う。ファクターもあるんですか、これ。お。お。これは。 あります。おある。ありますよ。あるんですか。アクションシーンがあるどうですか。あるんです。なるほど。ということでじゃあちょっと資料をもうちょっと見てみましょうね。はい。まあゲームの目的はなんかとりあえず高校生の主人公が三人の個性的なオートメーカなど出会ってなんか一緒に過ごしていくと。でその間いわゆる先ほど言ったあの美少女育成ゲーム的なことなわけですね。はい。それが喋ると。そうです。これボイスってすごいですよね。そうなんです結構な量取ったんじゃないですか。もうたくさん。 喋らせていたた。だきまし季節ごとにいろんな、ねうんうん、イベントもありますし学校生活があるので<ー>あれこれ荒川さんがやってるキャラ巨乳ですね。そうなんですよこれいっちゃっていいのか3体いまして SML、はい、<S S とありましてサイズが L の子なんですよね <laughs> バージニアど。 サ体いるんですか。あ、その三人のキャラクター。三人のキャラクターのあ、はいはいはい。貧乳担当、普通担当、巨乳担当とこでしょ。あ、そういう意味で。髪を基準に考えるとそういうことになるそうです。なるほど。名前は S だけどってこと。あ、そうなんです。この S ってな、なん、なんのミドルネームなんですか。これはですね、侍なんです。どうや顔でおっしゃいましたけど、よくよく考えてください。はい。えっとバージニア侍サオトメですよ。 なななかなかぶっっ飛んだ設定になってますけど <laughs> こミドルネームなのにサムライっていう役職をこうプラスするってことですか <laughs> そうそうそうあげくの果てにねサムライって言って日本と思ってるじゃないですかはい、はい、でイベントのグラフィックがあるんですけど、うん、チアリーダーの格好してたりするんですよねそう,そうですね、うん、学生服もまあ着てますけど、うん、あとなんか部屋着なのかな T シャツとそうですいろんな洋服に着替えることもできるんですよ、うん、こののそれはあのプレイヤーが着せ替えたりするっていうことなんですかそれとも勝手に着替えてきちゃう,うあのプレイヤーで着替えさせられるんですね